インコ、コアラ、ランス、ラスビ、ラス、ラララボス、スズマメ、スバメ、メー、日本語喋る。このしりとりシリーズマジでぶつけ。そして誰だこのしりとりシリーズアンコールかけた人はいるだろう。コメントしてくれた方が、こんなオープニングを求めるそこの君、病院に行ってこい。いや、ぶっ壊れたオープニングを求める人こそ病院に行ってこい。心配するよお父さんお母さん、そして友達が。一回ぐらい言われたことあるだろ、なんでそんな人の見よん、大丈夫。もうこれ以上この話やめよう、自分で虚しくなっちゃうから。それじゃあ本編入っていきましょう。どうも病キングです。今日もトロールコースト一発バリをやっていきますか。で、今日のトロールコース、生存報告とちょっとしたお知らせカッコトロールということで、このコースね、ツテルルさんのコースなんですよ。いや、ツテルルじゃねえ、テルルさんのコースなんですよ。まあテルルさんといえば僕が好きな騙しコース職人さんなんだけど、テルルさん今ね、任天堂から赤番食らってるポイントすいません、テルルさん笑っちゃって失礼でしたね。謝罪の言葉を一言だけ言わせてください。ざまあねえな。テルルさんに後で DM 送っとく。マジごめんって。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.85% で、最近テルルさんに聞いたのよ、いつ戻ってこれんのって。そしたら5月か6月ぐらいに多分解除されると思いますって言ってたから、それまでテルルさんの新作を開幕ずらら。いや、それまでさ、テルルさんの新作コース遊べないのかと思ってすごく残念だったね。あと2、3ヶ月って結構長いよな。ステルルちゃん、さっきざまねえなって言ったこと怒っているのかい。怒っていないならここの赤のブロック渡ら、いや絶対ここなんか出てくるよ、分かってんだ。そんくらいでんぐり返しで言ってみる。でんぐり返しで言っていいわけねえだろ。普通に歩いていくのと何が違いがあるんだ。一回でんぐり返ししてみる。なんとなくこんな感じだろうなとは思ってた。まあだから今のわざと引っかかったみたいなもんだね。さすがテルルさん、僕の行動を読んでいますね。さあ次の土管に入っていきましょう。そしてスネオか、このスネオ普通に渡っていいの。いやどうしよう、取らせてくれる、フラワー取らせて、ニカニスネオ。まさか双子だったとは思わなかったね。じゃあ一旦このスネークブロック、あ、なんか左行ってるな、こっちが正解みたいな。え、激アツじゃない、言われてる。右側のチョンピュー、チョンピューじゃねえ、ピョンチューの方もすごく気になったけど、この鍵は絶対まずいやつなんじゃないの。いや下に降りれないか、このブロックは。あ、フラワーが出てきても取れない。じゃあ一旦鍵の方行ってみる。どうせ落とすパターンでしょ、テレルさんのことだから。いやなんか違うっぽいね。え、なんこれ、上坂だあの坂のりを見たらマジで笑えるんだけど。え、じゃあこっちは何なんだろうな。他に入れませんね。用心深い、テルルさん用心深い。じゃあここはファイアーボール出しすぎんようにしようか。一回でいい、あ、一回でいいのか。で、この先に鍵が手に入れたのはこのピョンチューの仕業だったっていうことで、このハテナブロックはコインか、大量のコインを期待してしまったよ僕は今。そんでオートレベル、オートレベルって言ったらさ、絶対なんか左押しっぱとか右押しっぱ、上押しっぱ、下押しっぱ、そんな感じでしょ。一応ホールドだと思います。まあ僕はね、このテルルさんにチョークスリーパーホールドをかましてこようかで、左押しっぱ、こっから左押しっぱすればワンチャン先に進める可能性がないよ。じゃあさ、スタートからなんじゃない、こっから左押しっぱしてみようか。うわ、やっぱりなんかが張ってる、嘘つけー。左行くからのずっと左押しっぱするよ。一旦ジャンプしようか。そしたらなんだてめえ、もう分かった、ここで左押しっぱするでしょ。で、 B スイッチが押されたらもう右に行っていいんじゃない。次は渡らせてくれんのか、ジャンプした方がいいのかな。僕はテルルさんを信じてるよ、頼む。テルルテルルさんはね、僕のことツイッターフォローしてくれてるんだけど、ブロックしとくわただの逆恨み。あ、今度さ、右側に砲台いるんだ。ってことはさ、この砲台いなくなって右側に行けるとか、あ、そういうことじゃないね。あ、左に行けばいいのか、邪魔だよか。じゃあ僕はここで何もしないよ。そしたら左側のドアに入れるっていうことでしょ。そしてそろそろ中間ポイントが欲しいな。お願いします、神様、テルル様そんなのわかるか。こいつは悪魔だ、みんな関わんない方がいいよ最低の配信者だな。じゃあここはさ、フラワー取って左上に行けばいいのかな。多
それでいけると思うんだけど、左側が開くって書いてたよな。あー開いてる開いてる。そんでこのドアに入ればいいのか。今度こそチェックポイントは、どうすればいいのかな。これは、あ、普通に取れるよ。この鍵は大丈夫、取ることはないよね。 OK 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 OK。 そしてジャンプしてここでチェックポイントゲット。ナイス、ありがとうございます。そしてこのキノコに入っていきましょう。キノコに入っていきましょうじゃね、黄色の土管に入っていきましょう。ここのカノン、あ、これ見たことあるよ。ただみんな気づいた、左に50コインがあったということ。この50コインを取ってこのネズミより早く行く。じゃあここはもうちゃちゃっと行きたいと思います。ちくわブロックからジャンプしないと先に進めない仕様になってるはずなんですよ。そしてあの緑のナメック星人プラス唇、このナメック唇が何もしてくるなよ。ナメック唇、ビン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 。ここは左押しだで先進めるけど怪しいな。ゆっくり行こうか、トランポリンあったね。ここはでんぐり返しでいいさ。もうトラウマになるからやめろそのバギョ。そろそろさ、ゲーム実況者として終わってきてるような気がするんだよな。僕新しいジャンル作れそうじゃない。じゃあここは鍵をギリギリで取る落とし穴があるからね。そしてこの鍵ワープブロックに入っていく。さて次はなんか違うみたいな音楽流れてるけど、まだまだワンチャンあるよ。オンオフすれば多分ね、この右のアリと落ちてくると思うんだよな。だから左を失敗、これで良くなさそうだな。いやまだこのハテナがワンチャンあるよ、頼む。このアテナは頼む、コインで、っていうことは僕はここでダブルコイン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 。オンオフします。そしてすぐ右に行きます。そしたら下のブロックが開くってことか。このドスは何をしてくる。みんなこっちを見れ、私だけを見て、僕は君のことが好きなんだ、だからずっと僕を見て。何すんだ。マリーの告白は受け入れてもらえませんでした、この親父に。この親父は女好きだったみたいですね。男は受け入れてくれんなあ。よし危ねえ、無事かうおんかもうわーとかウィアーとかわーとかしか言ってないのよ。実況としてなんか日に日に語彙力がなくなってきてるような気がするんだけど大丈夫ですかね皆さん。まあ大丈夫だろうね。まあ前も言った通り、みんな僕に語彙力なんて求めてないと思うから、だからこのまんまの勢いだけの実況者でやっていきたいと思います僕は。そしてここはどうすん、避ける、どうすればよかったっけ。ジャンプして右に避けるところまではいいでね、魚がたくさん出てきたんだけど、ジャンプするでしょ、もう一回右に避けろってことかな。あれ魚出てこなくね、これにいったら出てくる。じゃあ左にダッシュする、いやここか、オッケーオッケー、あぶねー、いろいろと出すぎなんだよ。でここはね、壁キックできないことは僕分かってる。このまま右に行って、どっちの土管に入ろう。緑の土管か、黄色の土管入れなかったよ。そして中間ポイントにはまだないみたいだな。いやどうする、右上気になるけどさ、左このまま当たっていってみようか。そしてこのまま上に行くみたいな、これ変わってくれんじゃないの。やってる、このもう一回。ここさ、行き道がたくさんありすぎるんだよな。右上もすげえ気になるよね。こっちのねブロックも開くんじゃないなんだ上のあれ、もうやられるしかないんじゃない、絶対開かないでしょ。ですよね。あ、いや開いた開いた開いた、こっちがワンチャン正解っていう可能性もあるよな。一旦このブロック開いてってみようか。え、どこ行けばいいの。え、こっちはなんか新体験みたいな音楽流れてるけど、これも、あーはいはい分かった、これさ、オンオフをしてやられろっていうことなんじゃない、そういう新体験だよきっと。だからブーメランを右側にやって、あの砲台とこのアリをかわせっていうことね。いやこれ地味にぶつけ、ナイス、釣り耐久飯を食べるだー。ということはもう右のフラワーも怪しい。あ、ここフラワー出てきてんじゃん、緑んとこ。あのフラワー取らなくちゃいけないのかな。いや違うんだって、ここさフラワー出てくるのはいいんだけど、どうして市民にならなくちゃいけないよな。だってこの先進めんのもんね、ここ一マスしかないから。そしてここはすぐ上に行って、赤いとか赤いとかもどっちでもいいや、赤いとか頼む、こっちで合ってて、合ってるなんか違うっぽいぞ。さあじゃあもう黄色の土管しかない、隠しブロックを出す。そして魚が落ちてくるでしょ、この魚をかわして上の黄色の土管に入っていく。さあそろそろチェックポイント2が欲しい頃ですけど、ゴールじゃん。え、やった、意外と早かったな。じゃあこのハテナはコイン、ハテ
チェックポイント2ないパターンか。そんでこれめちゃめちゃ怪しいんだよな、このドンケツで。下行けって書いてるじゃん。下が正解っていう可能性があるよな。いや、どっちなんだろう。もう心理戦だ。下に行こうか。こっちが正解だ。ふざけるな。じゃあこのドンケツ普通に踏めんの？怪しすぎだろこれ。踏んでいけんじゃねえか。変な深読みしすぎたね。でこれ結構早かったんじゃないかな。今日編集入れて8分以内にクリアしたら僕の方がテルルさんよりすごいっていうことですね。とても楽しいコースありがとうございました。復帰するのを待ってます。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオナンバー187ということで、サムネを見る感じさ、雲に乗った砲台が大量に設置されてるんだけど、きっとあの砲台に乗って右に進むだけのコースだと思うんですよ。でクリア率が低いから難しいと思うんだけど、どういう風に難しいかだよね。全然予想がつかない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.84%。 まあ、最速が10秒以内だったから制限時間は10秒だとは思うんだけど、このスーソソさんってさ、砲台だけでよくこんなに一発マリオが作れるなっていうぐらい砲台の一発マリオ多いよな。とりあえず右ダッシュしてってみようか。あ、なんか遅っ。めちゃめちゃ遅くない？なんか早い時と遅い時があるから、多分早い時にジャンプし続けろっていうコースだろうね。いやー面白い。だからどのタイミングでジャンプすればいいかが、いや、わかんねえな。これさ、着地した瞬間にジャンプしてるつもりなんだけど、ほら、早い時と遅い時があるでしょ。まずこの早い時を見つけなきゃいけないね。スタートした瞬間右にダッシュ、そして着地した瞬間ジャンプを繰り返してみようか。これで早めに行けないかな。いや、なんか今一回いい感じだったけど、その後がクソ。あ、でも後になったら速くなってくるけど、めちゃめちゃゴール遠いな。タイミングゲーなんじゃない？多分ね、着地した瞬間ジャンプを繰り返すだけでもなんかずっと同じような気がするんだよね。ほらほら、で後になってどんどん速くなってきてもゴールには届かないみたいな。だからタイミング探していこうか。開幕ダッシュは間違いないと思うんだよな。時間が足んないからさ。で1回目で、この2回目ちょっと速くなってる時あるじゃん。だから一瞬だけ走ってジャンプしたら速くなるんじゃない？ジャンプで1回ジャンプして、こっから、あ、いい感じいい感じで、こっからどうするんだろう。いや、一個一個探していくのマジできつい。これで間に合い、頼むマリン。2回目の速いジャンプのやり方は分かった。ここでちょっと走った瞬間にジャンプ。あ、はい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 、多分さ、今後ろから追いかけてくる砲台がいたじゃん。それに乗ればいいんじゃない？だから2回目速いジャンプした時にここで小ジャン、そしてもう一回オッケーで、こっから頼む、このままもう行って、2、1、頼む神様ゴールを。神はいないのか。いや惜しい、めちゃめちゃ惜しくなかった。2回目に速いジャンプした時ちょっと様子見ておこうか。どこで速いタイミング、いや1回だけなんかあったね今、めちゃめちゃ速いタイミングが。結構走った後にジャンプでいけそうな気がするわ。多分3回速いジャンプができればあとは流れでいけそうな気がするんだよな。ここで1、2、何秒の時、5から4に変わる時ぐらいだね。多分それでジャンプできればゴールできると思う。いやでもよ、ジャンプする時間が分かったとしてもタイミングがマジで一瞬だからな。いや来た来た来た、このままゴールまで行って、頼むマリン、これはゴールできるんじゃないの。やったー。いやこれもナイスアイディアのコースだね。まさか感性を利用しながら進むコースだとは思わなかったわ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。